火曜日は北日本で雨具の出番となりそうですが、降り方にも注意が必要ですね。そうなんですよ。低気圧が北日本に接近、そして通過をしていくということになります、はい。まず2日の予想天気図をご覧ください。日本海に2つ低気圧が表現されておりますけれども、これいずれも東の方に動いていくという変化をたどりそうです。低気圧付近では雨雲が発達をして、ザーザーとした強い降りも想定されますね。でそしてもう一つ、この北の高気圧との間で等圧線の間隔が北海道中心にかなり狭くなります。風も沿岸部中心にこう強まるということが予想されます。でこのうちまず雨の範囲で見ていきますと、2日の朝の段階は東北北部や北海道の道南エリアでもう雨の降るところがあります。さらに日中はその雨の範囲が北海道で大きく拡大をしますし、東北も北部中心にこう雨が降りやすく、ザーザーとした降りになるところがありそうです。午後になると東北はだんだんと雨の範囲は狭くなるものの、北海道はまだ降りやすい状況続きますね。山の方では雪ということになりそうです。そして風の強さ見てみますと、強風が吹き荒れるというわけではないものの、この北海道太平洋側を中心に平均風速で緑の矢羽根10メートル以上という吹き方がありそうです。雨も降りますので横殴りの降り方、そういったことにもなります。風の強まりにも2日はお気をつけください。はい、わかりました。詳しい雨の降るタイミングや風の強まりに関しましてはウェザーニュースのスマートフォンアプリからもご確認いただけますので、ぜひお役立てください。